プラトンの著作を記した写本パピルスは、カヤツリグサ科の植物の一種、カミがヤツリの地上系の内部組織から作られる、古代エジプトで使用された文字の筆記媒体のこと。パピルス紙とも呼ばれる。紙を意味する英語のペーパーやフランス語のパピアなどは、パピルスに由来する。ただし、パピルスは一度分散した繊維を絡み合わせ、膠着させて、 薄く平らに成形したものではないため、競技の紙ではない。紙がやつりパピルスは次のような工程によって作られる。この製法は20世紀に入って復元及び確立されたもので、古代エジプト時代においても同様の工程で製造されたとされている。材料として数メートルの高さがある草の中ほどの部分を切断する。 材料を取る場所が茎の中ほどに近づくほど製品の質は高くなる。刈り取った茎の皮を剥いで長さを揃え、針などを使って縦に薄く削ぎ長い白片を作る。茎は断面が三角形を成していて広い面から白片を削いでいくため幅は少しずつ狭くなる。白片を皮から汲んだ水につけ細菌が繁殖してある。 程度分解が始まるまで2日ほど放置する。フェルトや布を敷いた台の上に少しずつ重ねながら並べ、さらにその上に直行方向に同じように並べ、さらに布で覆う。配列を崩さないように注意しながら土などで強く念入りに叩いて、組織を潰し、さらに圧搾機やローラーなどで圧力を加えて脱水する。2、3日かけて圧搾脱水させる。 乾いた布で挟んで乾かし、4日ないし1週間かけて、日陰などで乾燥させる。表面を滑らかな石や貝殻、また像など、動物の牙などでこすって平滑にし、その後、円を切り揃えて、完成となる。制作には、かなりの人手と日数を要したこと、一枚一枚、手作業によって制作されていたために効果だった。また、 エジプト政府が使うためのパピルスを確保するために、潜媒製も導入されていた。プトレマイオス朝時代のペルガモン王国への禁輸も、同国の図書館と蔵書の数を競ったためだけでなく、生産が間に合わずに品薄だったとも言われる。それぞれの白片が接着して一枚のシートとなる、仕組みは長い間、謎となっていたが、今では防順して潰された、植物組織が、 細菌の繁殖により、粘性の物質に変化し、乾燥と同時に、白変同士を強く接着するということが明らかになっている。パピルスの製法は、生産がエジプトその他で廃れて以来失われていた。ダイプリニュースはその著書、博物誌の中で、自身で実地に調査した製法を記していたが、白変の接着については、記述が曖昧であったので、その部分は、 構成論議の的になった。幾人かの人々が、ダイプリニウスの記述を頼りに試行錯誤を重ね、20世紀に復元に成功している。パピルスの製造を及び栽培は、シチリア島やシリアでもしばらく行われており、現在でもパピルスが見られる。パピルスの巻物に書かれた、エジプトの死者の書を完成した一枚のサイズは、 最上質のものでは 24cm ほど、最も大きくて 40cm 程度、長さは25ないし 30cm ほどで、厚さは0.1ないし 0.25mm であった。白片を2層に接着して作るという構造上、表裏で繊維の向きが異なり、また折り曲げに弱いためサッシ状にすることは難しいので、 数枚から20枚程度のシートをアラビアゴムで長くつなぎ合わせて巻物として使用された。1枚目をプロタコリンといってローマ人はそこに巻物の産地と日付を記した。この言葉は今でもプロトコルとして外交や通信の用語として残っている。巻き伸ばしの頻度の高い外側ほど強い良質なシートを使い、 一番外側にはしばしば表題を記した羊皮紙のカバーをつけた。両端に巻物の幅より長い木のシンをつけ、読む時には片手で巻きを戻しつつ、もう一方の手で読み終わった部分を外側のシンに巻き取りつつ読んだ。多くの巻物から必要な情報を探すには不便であったが、筆記用パピルスのギリシャなどへ盛んに輸出される前までの 主な用途は服装品である死者の書が大部分であったので巻物でも不便はなかった。古代ギリシアで作られた巻物は長くても10メートル以外だが、エジプトでは30メートルに及ぶものがあった。製品には材料の白片を取る部位などによって数等の等級があり、博物史にはローマで流通する商品として8種類の名称が挙げられてある。高級品は純白で、 経線付きのものもあった。最低級品は放送用であった。しばしば古いものは表面を削って再利用されたり裏を使ったりされた。エジプトほど気候が乾燥していない地方ではパピルスは注意していないとカビなどに侵されやすかった。またローマでは古いパピルスを元の白片に分解し、表面を削って文字を消したり傷んだ白片を除いて新しいものと、 取り替えるなどしてニカはあるいは小麦粉から作った糊で貼り合わせた再生品の販売も行われていた。後にキリスト教徒が聖書を筆写するようになると幾度も読み返したり検索したりする必要からコデックスも作られるようになったが、強度上の問題があった。パピルスに筆記するためにはエジプトではアシのペンを使い、ギリシアやローマではアシの他聖堂製のペンも使った。 プトレマヨス朝時代には、エジプトの輸出品として各地に広まった。フェニキア人の都市ビブロスが、そのギリシャ向けの積み出し校だったので、ビブロスの名がパピルスを意味する語に、また本を意味するようにもなり、現在英語で聖書を意味するバイブルという言葉も、そこから来ているとされる。後に小アジアのヘレニズム国家、ペルガモン王国に対する金融が元で同国で、洋皮脂の生産や、 文芸書への使用が奨励され、使いやすい羊皮紙が生産されるようになった。羊皮紙を意味するパーチメントは、このペルガモンに由来すると言われている。羊皮紙も効果ではあったが、強度があり、両面にかけるなど冊子としての利用に適しており、誤字は削って書き直し、可能という利点があったので、エジプトから遠い地方で普及したが、すべての書き物を羊皮紙で置き換えるのは高くつくため、 手紙やノートなどにはパピルスが使われ続けた。800年頃に中国から紙の製法が伝わると、やがてパピルスは生産されなくなった。その後、20世紀後半に入ってもっぱら土産物として生産されるようになり、エジプト土産の一種としての地位を確立している。ありがとうございます。